ゆり先生は綺麗に踊る、クリーンに踊るっていうことを大切にされてるっていうことだったんですけど、そういうふうにこう考えることになったきっかけっていうのがどこかにこうあったと思うんですけど、それはどこでそういうふうに意識し始めたんですか？高2の夏に1ヶ月間だけ LA でダンス留学に行ったんですけど、まあ、それが日本人17人でカーニバルっていう一つの大きなショーに出るっていう目的で、まあ、その1ヶ月間留学してたんですけど、私たちの振付師が黒人の方で、その方結構怖いんですよ。もう鬼っていうかもう結構怖くて、踊ってる時もすごいもう違うみたいな、もっと手はこうで、もっと斜めっていうか、なんかすごい細かいんですよね、その方が。で、なんか自分なりに踊ることも大切だけど、その集団で踊るってなった時には結構合わせ、その黒人の方の振り付けがシンクロじゃないけど、揃わないと綺麗、なんか揃わないといけない振りの振りなんですよね。まあその1ヶ月間で結構綺麗に踊れとか、なんかもう腕はそこ違うとかめっちゃ怒られてて、多分それで変わったんだと思う。それまでは割とそんなにこう綺麗にとか、この指先までとかを意識してこなかったけど、それをきっかけに LA 行く前は綺麗に踊ろうとか多分考えて思ってなかったかな。じゃ LA に行って得たものはすごく大きかったっていうことですね。多分この今あゆり先生の動画を見られてる方のダンス頑張ってる人の中にも、ちょっと LA 行ってみようかなとかさ、ニューヨークに留学行ってみたいなって思ってる人多分ね結構いると思うんですよ。でそういう人たちに何かこう留学した経験のあるあゆり先生から言えるこうアドバイスみたいなのがあったら、ぜひちょっと教えてください。あでも私は別になんか学校にも行ってなかったし、生活も日本人としか生活してなかったから、あんまりダンス以外でアメリカ人の方とかと交流することがなかった。海外に留学しようって思ってる方がいたら、まあ、なるべく日本人がいないところには行った方がいいかなと思います。私はなんかダンスで得たものはたくさんあったんですけど、なんか別に言葉を喋れたわけでもないし、ちょっと向こうに行ったら英語喋れるかなと思って行ったけど、実際日本人としか生活してなかったから、全然そんな喋れるようにとかはならなかったで、なんかちょっと アドバイスって言ったら、なんか自分が経験したことじゃないけど、どっか留学したいって思ってる方がいたら、本当にあんまり日本人と関わるようなことはしない方がいい。しない方がいい。留学するにもダンスのために行くけど、語学学校に行く方とかもいるじゃないですか。語学学校に行きながらダンスしてるっていう留学生多分たくさんいると思うから、ホームステイするなら日本人がいないとか。厳しい環境に自分を置いて、そうそうそう、ハングリー精神を養う、まあ、その覚悟を持って、そう、で私はいい、そう、日本人としかいなかったから、まあ、そこはちょっと、まあ、いつかまた留学するときは一人で行って、なんかもう一人で頑張りたいと思います。頼ってばっかだったんで、そう、分からないこととか結構一緒に住んでる人とかに頼っちゃったりした部分とかあったから、そこはちょっとダメだったかなと思うので、次行くときは一人で行って、あまり日本人がいないところに行ったりとか、まあ、もちろんダンスしに行ったときに日本人とかいたら、まあ、そこで交流あったりするかもしれないけど、一人で頑張りたい。今ちらっとお話の中に出たんですけど、まあ、次また行けたらなっていう話があったんですけど、やっぱり次また行ってみたいですか？行きたいです。いつ頃とかはまだ決まってない、決まってない、分からない。でも行ってみたい。ちょっともう一回、行きたいですね。次は自分の意思であれしよう、これしようとしたいですね。動画を見てくださってありがとうございました。
高評価、いいねとチャンネル登録お願いします。バイバイ。